伝房院通り伝房院通りは東京都台東区にある商店街。江戸時代中期に建てられた戦争時の本坊である伝房院の門前に立ち並ぶ商店街で中見世通りを東西に横切る形で数十軒の店舗が並ぶ。浅草伝房院通り商店街振興組合、伝房院通り商店会、伝房院通り東商店会などの団体がある。 第二次大戦後、周辺にはバラックの露天商が出店していたが、1977年に浅草公会堂が完成して周辺が整備された、頃に店舗が並ぶ商店街に整備された。2000年代のリニューアルで、江戸の街並みが再現された。2014年頃から伝謀院通りの西側、伝謀院通り商営会32店舗が、台東区から駆動場に立っているとして、 立ち退きを求められていることが報じられた。一方、商店会側は、商店街の店舗は、当時の区長、内山栄一が指示したもので勝手に店舗を並べられる、わけがないと主張している。建設の経緯がわかる資料は、台東区にも、商営会にも残っておらず、主張が対立しており、代理人が交渉を行っている。年月、営業継続への賛同を求めて、 署名活動が行われ、7000筆以上の署名が集められた。最終的には1万1000余筆の署名が集まり、8月30日、区に提出された。ABCD、江戸町電報院通り見どころガイド。東京メトロレッツエンジョイ東京。2021年6月7日、閲覧。ABCDEFG、独自。 浅草の名所が消滅危機伝報員通りで不法選挙問題が表面化。なぜ今天使は困惑。東京新聞。2021年6月7日閲覧。存続危機浅草の商店街区に署名提出。NNN2021 年8月30日。ありがとうございます。